じゃあ決勝戦、ジン自走ジンバーサス混ざりタイガー、じゃあお先にじゃんけんを。はい、勝ったワンピー。はい、先方先、はい、じゃあ決勝戦です。注目の一戦、先方は小津さんと湯煙さんということで、さあ公式大会のシードポイントをかけた戦いでもあるので勝っていきたいところ。さあリファー潰して立ちからグレインパクトスキル、さあ戻るとトヨタイクはガード間に合う。さあリーファが当たる、バラージングが当たらない。さあ攻めを継続していくが、リーファが待っている。画面外からリーファが出てくる。さあまたシャナのお得意の画面端まで持っていく。さあ自ら画面端を背負ってしまうが投げて勢いで帰る。さあこれは死ぬでしょう。まずは湯煙さんが1本。さあ続く2本目、さあゲージを回収していく。ピアシング刺さって、さあお返ししていく。さあ3は使ったか、ハゲツハローから大立ち決めてゴーと。さあこれは何か漏れたくさい。さあ切り札ゲージは出ているが、さあパワーブラグレノーダチエクサード投げて、投げはしっかり抜けている。ああ必要に攻めていく。さあインパクトスキル漏らして、さあ1対1、さあ状況ほぼ五分、投げて、さあ間に合わない。投げが通って、さあこう戻るとガード間に合う。さあ審判と、さあピアッシング当たらず。まずは小津さん、さあ2番手どうしますか。
さあ、話し合いの結果、丸さんが出てくる。さあ、再び黒雪姫。さあ2番手丸さん、さあサポートは先ほどと変わって木野、さあパブラ、さあ刺さっているのはシャナ、再び立ち場に戻って、ここは立っている。さあやはりこのここまで決勝まで来る人たちは投げも集団もなかなか通らない。さあ火のレースを消して、あーもむろに来る空中ピアッシング、さあモードレお互いに切り札を使って、さあ置き攻めはどうする。さあリーファー当たって、とりあえずダッシュで逃げて、さあ中段が通る。おっと裏に待ってしまった。さあ入り口から、さあ時間がない。さあまず1本取って丸さん、さあ5シーを光らせてエンブレイジングと、しかし投げを抜けて、さあ審判から、さあ生で当てていく。さあアドバをしまくって離していくが、さあサポートを呼んだ隙に決めていく。投げて、さあ中段が通る。投げ、さあ1対1。さあバブラがヒットする。お互いにバブラを当てて、さあみるみるゲージが増えていく。さあこうなると木野が強い。さあダッシュで逃げて、さあドーンと決めていったところにエンブレイジングと、さあゴシーが使ってまだ残る。最後は中段当てて、さあ首の皮一枚つながった。さあ中堅同士、